今ベトナムのハノイの、市場に潜入してるんですけど、やっぱりね魚とかも結構いろんな種類がいて、卵も日本と違ってねたくさんの種類があって、ウズラとかがニワトリだけじゃなくて、これ、ね、牛肉ビーフかで、ちなみにおいろんなもの売ってますね。おすごいすごいすごい、見て、もう大将やん、お山の大将、うん、座ってたよあそこに。さあ力強いなでね、おお力強いな、リブだリブ、力強い女性が働いてます。結構ねこれ勝手に取ってね、皮、おお豚の腸かな、買わないとこだとね怒られます。普通に買わねえなら飛んだみたいなことでしょうね。観光客のやっぱなんだろう、日本でいうと築地とか豊洲の市場に行って、にあの外人が競りを邪魔するみたいな、似てるかもしれないですね。いやーいいよいいよ、これ大好き俺は市場なんこれいや彩り取りで良くないですか市場って、これ大好き。ここの湖は一周17キロあるそうでして、まあこれだけでも結構一つの有名な観光スポットらしいです。で、まあボートとかで乗って遊ぶこともできるので、すごくいろんな方たちに人気らしくて、まあああいう風に体操して、結構激しい体操してという人もいるし、今日はちょっと天気がねいまいちなのでボートは微妙なんですけど、ああいう風に犬も一人で遊びに来て楽しんでるっていうね。あどうしたの？足痛いの？え？人面犬？人面犬？あおおお！人面犬じゃんこいつ。怒られた。可愛かったな。ベトナムの犬はねいろんな種類がいますけど、僕は結構チワワを見ることが多くて、これ何ですか？トイレ？やばちょっと衝撃的な、ちょっと映せないようなトイレでしたけど、なんだちょっと誰もとちぎる見てたね。その池のボート、スワンボートの上に来ました。どこまで行っていいんだろう、どこまでも行っていいのかな。何分これ？いつでもいいんだちょっと久しぶりなんで頑張って乗ってみようと思います。どこまでも行っていいそうです、何時間でも。綺麗だね。あ、ごめん逆か、こう逆じゃないよ、さっきは後ろ行くでしょ、こう行く、まあ、いいよ、うん、あ、こう行きたいみたいですこれハンドルがあるんですね。ハンドル、ちょっと早くこぐ、ハンドル？何？これ車なんだっけ？ハンドルですけど。ああ。綺麗ですね。いいじゃん夜も夜で。これは太い方じゃないよ。これちょっとやって。超ケツいて。お父さん痛いよ。はい。というわけでね、ボートを漕いで今は有名なアイスクリーム屋さんに来ました。え？チョコレートと、チョコレートと何？普通のバニラがいい。これがいい。チョコレートは何ですか？僕はもうこれだ、これやにグリーンアイスライス。あーバン、グリーンライスってなんだ？ここやにゃすごいなんか檻みたいな感じで、不思議な作り、え、ああいう感じ、え、おいしい、ココナッツの味がする。
超でかいのを見つけたんですよ。あそこさっき少しね近くまで行ったんだけど、かっこいいな、アラスカだな、素敵な犬です。じゃあ買います。じゃあホテル。すごい光景です。公園にこういう風なエアロビクスとかの道具があるって面白い。